先生のハートチャンネル、パーソナリティの海野秀三郎です。どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございます。はい、今回で21回目になりました。ヤジテレビで配信させていただいてもう9ヶ月経ちました。本当にありがとうございます。目標は100回と言いたいんですが、目標はとりあえず1年ということで、はい、まずは1年目指して頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、実は今日は焼津はですね、恵比寿港と言いまして、恵比寿港の日で11月19日ってのはもう焼津の恵比寿港なんですね。で、その日に実はご商売されている方をぜひお呼びしたいということで、恵比寿って言ったらね、七福神の一人恵比寿さんになります。で、恵比寿さんは右手で釣り竿を持って、左手に鯛を持って、そういった七福神の一人でおめでたい方です。はい、でぜひお店のねオーナーの方に今日来ていただこうといった形で、今日のゲストさんを見させていただきました。ご紹介する前にまず番組表を、紹介させていただきます。まず本日の番組表は、はい、ありがとうございます。スマイルチャンネルがですね、まあ、1チャンネルと見てください。はい、おっさん、ビストロレストランということでですね、お伺いしたいなと思っております。あとハートチャンネル2チャンネルになりますが、ワインソムリエについてですね、お伺いしたいなというふうに思っております。あと星チャンネルは視聴者様のコメントを発表していきたいと、まあ、Facebook とかですね、SNS に今日のですね、おっさんさんの記事を上げさせていただいて、視聴者様からコメントをいただいているものを発表させていただこうと思っております。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、初めに恒例のですね、打ち合わせなしです、打ち合わせなしです、はい、番組名のご唱和と、はい、皆様とご一緒にですね、ご唱和したいなと思ってます。はい、はい、ポーズわかるかな、皆さん伝えてないもんね、うん、はい、じゃあノー打ち合わせいっちゃいます。はい、スマイル先生のハートチャンネル、はい、スタートさせていただきます。ありがとうございます。これ言っちゃってなかったもんね。ナイスナイス、はい、すいません、はい、大変お待たせしました。本日のゲスト様をご紹介させていただきます。本日のゲスト様はですね、はい、まずお一方、おっさん、お店の名前ですが、おっさんビストロレストランのオーナー、はい、藤田陽介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あと藤田さんのお店のファンのですね、小悪魔さん、はい、お名前が渡辺恵美子さんになります。はい、また私のアシスタントもね兼ねておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それではそれぞれの自己紹介をお願いいたします。まず内田様から自己紹介の方をお願いいたします。はい、はじめまして、静岡のね中島屋ホテルの近くで、昨年の4月に、オープンいたしました、まあ、私ソムリエをやっておりますが、美味しいワインと食事を用意して、あとカジュアルにね本当フラッと立ち寄れるような感じの店を、はい、ね、はい、やらせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今日のおっさん様のね、レストランのファンであります小悪魔さんこと渡辺恵美子さんからも一言お願いいたします。10人の資格を持つ女性起業家として頑張っております。某一部では小悪魔で通っておりますけれども本当に小悪魔、大悪魔、フェイスブックが小悪魔なので今日は一緒に、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。実はですね、今日なぜこの3人かと言いますと、まあ、恵比寿港に絡んでということで先ほどお話しさせていただいて、じゃあ恵比寿港だから、じゃあお店のオーナーおっさんをね、どうしてもご出席していただこうと、じゃあなんでこの方がいるのかなということで、今日小悪魔さんと実はですね、静岡でよく飲み友達なんですね。で、飲んだ帰りに必ず寄るお店がおっさんさんなんです。はい、はあ、で僕はまだ3回ぐらいしか行ってないんだよね。ですね、はい、はあ、でこの後僕はなかなか静岡に行くことがないですので、僕が行けないときには小悪魔さんがね、お仕事で使っていただいてるんですよね。はい、そんな関係でじゃあ3人で、まあ、2人で行ったときにね、おっさんさん今度はヤジテレビ出てくれるって言ったら、ね、気持ちよくね出ますよって言っていただいて、じゃあ3人で出ようかということでね、で今日3人になりました。よろしくお願いいたします。はい、ね、1番2枚目は誰でしょう。答えにくい。答えにくい。はい、わかりました。もちろんだよね。はい、もちろんということでいただきました。はい、そんな中で SNS ね、Facebook のコメントを少しね、いただいておりますので、少しは発表させていただきます。湯原和夫様からいただいています。
前にゲストで出演してもらった八嶋くんが確か働いていたようなということでしたが、八嶋さんご存知でしょうか。もちろん今のアルバイトをしていただいて、今も現在も、そうですか、はい、その方が実はですね、ヤジテレビに出ていただいたんですよ。はい、それちょっと聞いたかったと思うんですが、はい、今言えて、あ、よかったです、はい、じゃあ内緒にしといてください。わかりました、はい、続いて小林茶馬さん、ヤジテレビのファンの方なんですが、ハートチャンネル、ハートチャンネルね、はい、はい、皆さんハートチャンネルね、はい、ワインソムリエについてですね、お伺いしたいということです、はい、でこの小林茶馬様からですね、キンキンに冷えてない白ワイン、はい、冷えてない白ワインが好きなんですが、そんなに冷やさなくてもいい白ワインを知りたいです、ということが、なるほど、ポイントに入っています。はい、基本的には、はい、まあ温度、赤ワインに比べたら少し低めの温度で飲まれることが多いんですが、これがワインの不思議な、まあ、楽しいところでして、温度が変わってくると味わいの、が変わってきます。なので、最初は冷蔵庫から出した状態から飲み始めても、後の方だと結構温度が上がってきて室温に近くなってくる、そうするとまた最初と印象が変わったりとかして、味わいをこう変化を楽しむっていうことを、はい、なんで常に冷やしておく必要もないですし、まあ、ちょっとね温まりすぎても美味しくないというのがあるんですけども、その何でしょう、冷やさなくてもいい白ワインっていうと結構すごいですね、ジュース感覚ですよね、なんかね、これだっていうのがあれなんですけど、すごい種類が多いので、はい、で私もワイン大好きで、はい、必ず僕は赤より白ワインを頼むんですよ、で私の場合はキンキンに冷えたね白ワインが大好きで、でまあ料理のスタートから、まあ、最後までずっと白ワインで通しちゃうんですけどね、でも茶馬さん、あったかいワインもあるみたいだよ。飲んでみて。まあ常温のね、常温のね、はい、ワインも、それはちゃまちゃんがね楽しんでいただければいいよということです。そうですね。はい、ちゃまちゃんね、またね、はい、はい、続いて松井俊樹様からもいただいております。これちょっと飛ばそうかな。もう人気番組。これで、ね、僕のことでした。ごめんなさい。もう人気番組ですね。YouTube 視聴回数みんな平均してるよ。すごいよ。私も出たい。今回はハートチャンネルでお願いします。ということで、松井俊樹様からは、ワインソムリエについてということでね、またちょっとお伺いさせていただきたいなと思っております。はい。はい、身内からも来ております。佐藤義樹さん、見てますか。はい、うちのホテルマンです。はい。スマイルチャンネル君も。ですね、おっさん、お店のことをやっぱ聞いてみたいよと、あと一人飲みできますかってことです。はい、もちろん大丈夫でございます。カウンターもありますので、はい、全然フラッといらしていただければ。あのカウンターがいいよね。はい、私たちね、カウンターなんだよね、ですね、いつもね。私は裏切らないじゃん。2人で来るときはいつもね、ここはカウンターだけどね、はい、実は一人飲みにできるって今佐藤さんからお話があったんですが、これビストロさんもそうですし、例えば居酒屋さんもそうです。カウンターがあるお店っていうのはカウンターのお客さんは実は優先なんですね。ボックスの席のお客様とカウンターのお客様と同時注文があった場合にどちらが優先するかって言ったらカウンターのお客さんなんですよね。なんでか分かります？皆さん、すぐ意見言われちゃうから、遅いねボックスの方だと2人だけで遅いね、まだだねとかって言えるけど、もうここのカウンターですと、すいませんまだですかって、その言われることが嫌で一生懸命カウンターの人からこう出すと、はい、内緒の話です。はい、すいません。はい、続いて安友小野田様からもいただいております。食いしん坊なので、スマイルチャンネル、やっぱビストロレストランのこと知りたいみたいですね。そうですね、はい、ありがたいですね。はい、お店のことも今からね、はい、お話しさせていただきます。はい、あと、山田美幸様からもいただいてます。山田さん、ありがとうございます。おっさんってどういう意味なんですか、お店の名前、ね、来ましたね、はい、私もね実は知らないんですよ。 おっさんが行くからおっさんの名前、イケメンおっさんのやつですか。はい、皆さんお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。オーナーから、はい、はい、私もですね、やはり自分のお店をやるということでですね、はい、一緒に名前考えたんですね。かっこいい名前、いっぱい考えたんですよ。長い名前だしね、こう考えたんですけども、これ考えてるうちにですね、こうなんだろう、どういう人に来てほしいか、なるほど、じゃないですか、やっぱり。で、女性の方ってこう新しいお店とか、こういうお店があるってこうネットワークもあるし、こうアンテナ高いので、もうすぐにこう知っていただけるかなと思って。
でも逆に男性の方はどうやって知ってもらえるかって言ったら確かに、ね、インパクトあるよね、一回聞くと。そうなんです。だからどこかで紹介されても忘れない名前も忘れないですね。おっさんって名前だったら男性も来やすいだろうし、例えば女性が男性から誘われて、はい、おっさん行くのみたいなですよね。はい、僕も一番初めにね、小悪魔さん誘った時におっさん行くよって言ったら、おっさんってなんかそういう記憶があって、いや、はい、俺じゃないよって、うんうん、お店の名前だよとは言うことでね、一瞬ね、なんかおっさんがやってんのと思って、そう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 、イントネーションおっさんなのかおっさんなのかどっちみたいなね。逆に言うとね、あ、今つけられてよかった名前かなってインパクトがあってね、うんうん、そうなんですよ、ね、はい、話題になる、はい、ちなみにこれね、おっさん、間がつくとですね、うん、笑いヨガ講師の有名な方がおっさまっていう方がいらっしゃるんですけどね。目の前に、あ、目の前、いや今日おっさん通じです、すいません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。山田さん、そんな感じですね、おっさんにも来ていただきたいということで、ね、よろしくお願いします。合格ですね、私。もちろんです、合格ですね、もちろんです、はい、ありがとうございます、合格でありがとうございます。はい、鈴木康夫様からいただきます。どんな料理が出るんでしょうかということですね、うん、はい、そうですね、はい、これは後ほどの方がいいですね、はい、うん、はい、あと新年会考えてます。 ありがとうございます。いくらぐらいでできますか、おすすめ料理と教えてください、そうですね、はい、はい、いいですね、いい題名ですね、そうですね、はい、最高のタイミングでございます、はいはい、新年会考えてます、ありがとうございます。そうですね、これ、うん、素晴らしい、はい、はい、まあ、お料理が大体、まあ、スタンダードなもので7品です。7品、はい、いいですね、はい、はい、はい、いいですね、とりあえずちょっと待って、はい、例えば、ね、飲み放題なんかも対応してますので、はい、それで今4500円の税込みからやらせていただいておりますので、はい、はい、あとはまたいろいろご相談させていただいて、はい、例えばちょっとこうグレードアップ、ワインをグレードアップさせてほしいとか、うん、こういう料理が食べたいとか、うん、もちろん例えばこうお肉がダメとか、うん、お魚がダメとか、うん、ご要望はもう随時こう打ち合わせさせていただきながら、はい、あ、それっていいですね、はい、対応させていただきます。実は私もね、そういう仕事してますけども、うん、やはりお客様と密に打ち合わせをさせていただいて、うん、うちの子、じゃあこれ、この金額だからこれ売れっていうことばかりじゃなくてね、うんうん、お客さんのニーズで実際は5000円売りたいけど、お客さんがいや4500円しかないよというお客さんがね、うんうん、あれば、うん、相談にも乗りますしね、もちろんもちろん、はい、そこがお店の色ですよね、うん、ね、神対応だね、神対応、どっかの番組で聞いたんですありがとうございますですからおっさんさんのところにですね、はい、4500円から皆さんお問い合わせしていただいて、お肉がダメだよって言った時にね、ちょっと相談していただいて、うん、カニがダメだよって言った時にね、うん、またカニも相談していただいてね、カニも、はい、相談乗っていただけるというお店ですので、す一番いいですよね、そういうのね、はい、良心的なお店が一番、ね、うん、ね、成功する秘訣でしょうしね、うん、はい、そんな形で4500円新年会、はい、何名から大丈夫ですか、新年会、うん、何名からという、はい、もう全然お二人からでも新年会やってもらって、はい、新年会もまた、はい、来ます、忘年会も 2,、2名様から十分だそうです、はい、最大で、まあ、何名でしょう、店の大きさから言うと立食だったら50名くらいは入るんですけど、あ、はい、立食に、うん、テーブルだったら35名様くらいがちょっといいかな、はい、うん、いいですよね、テーブル席とカウンター席と、うん、そのカウンター席の後ろにも、うん、ちゃんとね、はい、ボックス席があって、うん、すごくおしゃれな感じでね、うん、で空間が一つとカウンターの後ろにありますから、二つ空間ありますよね、そうですね、はい、はい、ですからそのちょうど中央にね、入り口がありますしね、うん、はい、すごい私自身は好みのお店です、うん、はい、落ち着くんだよね、はい、で、ちょっと質問にはないんですが、お店スタッフ男性の方多いですよね。そうですね、イケメンが多いね、俺が言えないんだけど見た目がいいスタッフが多いです、うん、感じもいいしね、あ、ね、そうです、女性の方はすごく喜ばれるんじゃないかなというふうに思います、ね、そう、はい、女性もいるんだよね、うん、ただ私女性いる時にほとんど行ってないような気がする、うんうん、かもしれないです、ね、お二人いらっしゃる時に女性のアルバイトもいるんですよ、ね、あ、そうですか、いるんですよ、じゃあその日に行こうかな、僕行くと目立たないんですよ、女性連れてっても目線がもう僕じゃなくてそっち行っちゃってね、悔しいよね、一緒に女性と来て、特にこの人と来てね、会話がそっち行っちゃってるから、はい、そんなですね、本当ですね、はい、続いてのご質問いただいております、松井幸子様、ありがとうございます。
場所は中島屋さんの前ですよね、うん、あちょっと知ってますねこの方ね、うんうんうん、一度行ってみたいと思ってました、はい、メニュー等を教えてくださいってことですね、はい、場所からまずねご案内をしていきます、はい、静岡に、グランドホテル中島屋さんっていうのがですね高野町にあります。高野町ね、はい、高野町にありまして駅から歩いて10分ぐらい10分行くか行かないかぐらい、うん、かかんないぐらいですね、はい、グランドホテル中島屋さんって一言言っていただければもう老舗のホテルさんですので、うん、その、 あの正面玄関をですね、うん、あのからですね斜め左にね、うん、あの見ていただくと、うん、1階にラーメン屋さんがあります、うん、その2階です、うん、があのビストロさんのオッサンさんのお店になります、はい、ですからグランドホテル中島さんの宣伝じゃないですけどもそちらへまず行っていただいて右よし正面よし左よしって左の方を見ていただけると、はい、ラーメン屋さんとビストロさんがありますのでね、うんうん、そちらになりますので分かりやすいです、はい、で場所が一番いいんですよね、高野町そして両替町、うん、七軒町で その地域で飲まれた方がですね、うん、ちょうどその中間のねあの高野町に来ていただいて駅からも近いですし、うん、またあの今瀬野場っていうのかな新静岡の、電車の方にですねすごく近いですから、うん、あの行きやすいお店ですのでね、うん、ぜひ行ってあげてみてください、はい、いいお店だもんね。あ、ありがとうございます、はい、あとメニューと教えてくださいって聞きますね。はい、はい、マジさんちょっと待ってね。メニューね今写真ありましたよね。はい、いいなね、うん、でしたね。そうあの僕ね気になったのはあのその鍋鍋、あ、これランチしか出ないですか。うん、夜。あ、そうですか、そうか、はい、タジン鍋って言いますか。タジン鍋です、はい、はい、すごいね、これが一応メインで、はい、はい、やらせてもらってます。僕ね、タジン鍋って一度も実は食べたことなくて。あ、そうなんですか。普通の日本式の鍋しか食べたことないです。石狩鍋とかね、寄せ鍋しか。そうです、そうです、スパイシー、スパイシー、うん、スパイスが、ね、聞いてて、すごい使ってます。僕が知ってる知識に行くと、うん、北アフリカ産での料理なんですね。で、土地でできた鍋のことをタジン鍋と言って、うん、まあ、野菜を詰めて、うん、あと子羊と鶏を入れて、うん、まあ、どちらか入れて、うんうん、で香辛料を入れて、うん、切ったものがタジン鍋と、うん、よかったですか。正解です。あ、ありがとうございます。まあ、食べたことないですからぜひ今度あのうちの小悪魔さんを誘って行きたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、でタジン鍋僕ね、おっさんさんとか見たら赤金と赤とかっていうふうにメニュー書いてあったんですよ。はい、あります、あります、はい、はい、まあ、ちょっとあのうちのオリジナルの呼び方なんですけども、はい、これ赤ですよね。これは金。あ、これが金。あ、これが金だそうです。はい、金のタジン鍋。はい、はい、まあ、あの鶏肉と野菜なんですけども、はい、ターメリックっていう、スパイスをたくさん使ってて、もう見た目も本当に黄色が強いものですからね、はい、はい、それで呼び名をにしてて、もう一個あの、羊のお肉がメインの方は、ね、そうです、やっぱこっちはやっぱトマトソースを使って作るので、まあ、赤のタジンなんていうふうに呼んでおります、はい、いいですよね、うん、タジン鍋あの一時ブームになったことありましたけども、うんうんうん、よくデパートさんだけ行かれると、うん、その売り場さんにねタジン鍋タジン鍋タジン鍋ってたくさんありましたけど、今見なくなりましたよ ね、うん、逆にいいですよね、うん、タジン鍋さん、タジン鍋が新鮮でワインが進むんだ、これ飲めた、スパイシーだから、ここにワインがあるんだけどね、あ、そうそう、あオーナーの藤田さん、はい、ちょっとこのワインについてちょっとそうですね、ちょうどいいタイミングかな、はい、これもしかして、はい、ぜひソムリエさん来ました。ソムリエさんの意見はハート多かったですからね、はい、皆さん、はい、ということで少しワインを説明していただけると、はい、線の抜き方、はい、線の抜き方と、はい、まあ、これご家庭でね使う場合か分からないですけど、うん、まあ、我々はこういうソムリエナイフというものを使って開けてまいりますので、ね、はい、これを覚えればクリスマスはいい男になれるってことかしら。ご自宅でね、例えばこう、うん、ゲストを呼んだ時に、うん、こうさささとこうやっていくのもしかしていいかもしれないですね。かっこいいよね、はい、ではやっていただきましょう、はい、これ立ち上がっちゃったらあれかな、いいです、大丈夫です、大丈夫です。身長ちなみにお家ですか。184なんで184、大丈夫だと思います。フレームは、はい、大丈夫か、はい、はい、はい、行きましょう、はい、でまずは、はい、あの基本の、開け方、はい、出してきたワインをですね、まあ、ゲストの方にもこういうワインですよってことお顔を見せてください、うん、はい、お顔ですね、はい、はい、でそしたらもうこれボトルは動かさない、はい、ずっとお顔が見えてる状態で開けていきます、はいはい、まずはナイフの部分を出してもらって、うん、かっこいいねですかね、はい、でこっちの奥から、奥から、奥から手前、はい、半周以上回して、はい、
これはこの下、首の下じゃないといけないんだよね。僕はこのやり方です、はい、上の方もいらっしゃるんですけど、僕はこのやり方でいきます、はい、今度こっちから段差になるとこね、はい、はい、あ、一周回すと、はい、はいはいはい、こう、ここがちょっと切りにくいんですよ、ここに、うん、ここはね、この字も念のためもう一回ちょっといってみましょう、はい、こんな感じで、はい、で今度ここ立てていきます、縦、ああそれ知らなかった、僕そのままボンっていっちゃったね、そう、こうするとこう、うん、おお、なるほど、一回ね縦線を入れるってことですね、はい、でこれで、はい、ちょっと勉強になりました、ね、はい、はい、こんな感じで、はい、いきます、で今度はコルクをいよいよ、うん、はい、はあ、こうですね、はい、真ん中に刺さないんだよね、そう、真ん中にでもやっぱ真ん中が基本、ね、入れて、はい、真ん中に入れました今、うん、はい、画面上見えないかもしれませんけど、はい、今真ん中に入ってます、グッとグッと、うん、回していきます。ここが一番怖いところですよね。そうですね。これで、でこの辺で止めましょう。はい、約一周、はい、うん、残します、うん。というのも全部入れてしまうと、うん、ちょっと動かしますけどね。はい、変わる。試しに全部入れちゃうとですね。入りましたね。でこ、ここが角度がつきすぎて、うん、開けづらいんです。うんうん、なんで。一周戻す、うん、違う違う、あ、戻さない、今は入れてみた、今入れてみました、はい、一周残した状態で開けていくと、うん、ここが力が入れやすい、ネジの数も決まってるんですね、決まってます、はい、はいはいはい、一周残したちょっと開けたら、はい、ちょっと開けたら最後まで入れる、そうするとここの角度が力が入りやすい角度で開けていける、かっこいい、ちょっとずつなんだね、一気に開けるもんじゃないんだね、すごい、こうし、あとこのままこう開けてあげるとシュッと、うん、おお、勉強になりました、素晴らしい、いいな、素晴らしいですね、はい、みんな覚えたでしょうか、はい、ですね、ブースのあれですね、まずあのナイフで一周回すよと、そうです、切り口を入れますよと、はい、でここに縦線をまず入れていただいて、はい、縦線入れたところにナイフで右左を開けていただいて、うん、の上の部分を取っていただくと、はい、うん、で、ソムリエナイフのぐるぐる回るところ何ていうんですか、分かりませんけど、スクリューです、スクリュー、はい、スクリューを真ん中にしていただいて、うん、いっぱいまでとりあえず行っちゃうんですよか、いかなくて、あの一瞬残ったところで止めて、残った状態で止めて、はい、はい、そこで一瞬上げていただくということですね、はい、わかりました、はい、でおそうさんです、飲みたいね飲みたいって人が一人、はい、誰か飲みたい人いますか、もう一方、うわあ、いい色、おさぶさんね、藤田さんね、はい、オーナー、お店のなんか特典とかなんかあります、あります、はい、あの八重洲テレビ見たよ、はい、出ました、僕の番組で初めてなんですよ、八重洲テレビ見たよでなんか特典ありますでしょうか、あります、まあ、あのこれから防震年会のシーズンに入ってまいります、はい、で、週末はどうしても混み合ってしまうんですが、はい、平日はまだまだね、あの落ち着いた日がありますので、はい、平日、4名様以上で、4名様以上、はい、宴会コース、うん、ご注文していただければ、はい、このワインあげちゃいます、おお、プレゼント4名十分ですよね、とりあえず、ね、おお、十分ですね、十分ですね、はい、私は足りない、そうですね嬉しいですね、もう一度お店の名前と、はい、あとですね、もう一つ、オーナー様のお名前もちょっともう一度ね皆さんにお知らせします、はい、お店ですね、はい、おっさんと申します、よろしくお願いします、おっさんですね、おっさんです、おっさんです、はい、はい、はい、オーナーです、オーナー様のお名前がですね、はい、藤田陽介様です、はいはい、どちらかね、これこちらでもフェイスブックありますよね、あります、はいはい、あのおっさんさんでもありますよね、はい、両方あります、はい、あの問い合わせもしありましたらですね、はい、藤田さんのフェイスブックでも構いませんし、はい、おっさんさんの、フェイスブックからでもいいですし、うん、また携帯からね、検索すると、公式のおっさんさんの公式というホームページ出てきますので、はい、そこから必ず、ね、はい、予約ができます、予約できますので、はい、ぜひぜひと思います。このワインは何のワインで、そのサービスになるこのワインをちょっと説明して、そうですね、うち結構いろいろイベントを、やってまして、いただきます、はい、どうぞ飲んでるの、はい、ハーブの講師の方を呼んで、はい、ワインに香りをつけてオリジナルのハーバルワインというものを作る、はい、ワークショップだったりとか、はい、ちょっとね、おいしい、こんな、おいしい、額縁を自分で作ろうというワークショップをやったりですね、これ写真とこの台紙とかを選んで、あ、これ僕のと息子の個人的にね、はい、個人的にですね、
を選んでオリジナルの額縁を作ろうとかいうイベントで、はい、ワインのイベントももちろんあります。で、スタンプラリーということで大体あの時ワインが30種類くらいですかね、バーッと一度に全部試飲比較試飲ができるっていうイベントをやって、はい、その中で、これが美味しかったよっていうのをみんなに印つけてもらったんですね。はい、でその中の赤ワイン第1位がこちらだった。これを皆さん4名でご覧いただきますと、でもやっぱサービスできます。お食事に合うワインだね。そうですね、ちょっと、うん、はい、スパイシーに、うん、お二人の会話もこのまま続くかと思いますが、お時間が参りました。オーナーの藤田様、はい、丸バツハートでちょっとお答えしてください。何でしょうか。今日は十分お話できましたでしょうか。またヤジテレビ、はい、ヤジテレビご出席、ご出演いただけますか。はい、ぜひまた呼んでください。よろしくお願いします。パーソナリティいろいろいらっしゃいますけど、私でよかったでしょうか。もちろん、女性の綺麗な方もいますから。あ、じゃあ次はそっちだ。そうじゃあね、はい、裏切られちゃいました。はい、はい、じゃあありがとうございます。今日のゲストはですね、はい、ビストロレストランのオーナーおっさん、はい、はい、藤田陽介さんと、はい、12の資格を持つ女性起業家、小悪魔さんこと渡辺恵美子さんでした。ありがとうございました。はい、次の番組はですね、人気番組です。16時から人気番組、グレースひろこの血流アップチャンネル。